最近は自分の仕事の話なんですけど、倉庫的なところで働いてるんですよね。で、週5日働いてまして、で、一番僕は仲いい相手の男がいるんですよね。彼は30歳ぐらいで、すごい仕事ができて、背が高くて、ルックスも普通よりちょっといいぐらいの人で、社交的で、明るい感じの人で、気遣いとかもできるし、ギバーなんですよね。で、その彼の話も、過去にしたことあるんですけど、僕が入って、ちょっと彼と打ち解けたら、もう彼は、実は、僕はね、来月のね、15日に辞めるんだって言っていたんですよね。それがまさに今日なんですけど、今日彼が退職したんですよね。で、彼からしてみたら、仲のいい人は結構いて、半年やって、ちょうど半年で有給発生されるじゃないですか。で、その区切りに辞めるって感じで辞めたそうなんですよね。で、メンエスで働いていたみたいなんですよね。メンズエステ、いかがわしい方のメンエスですね。で、働いていて、で、その前にスーパーとかで働いて、そこで彼女ができて、で、彼女からは普通の仕事をしてほしいって言われたらしいんですよね。スーパーで知り合った彼女がいるらしいんですよね。で、でもメンエスとかそっちはもう行かないでほしいって言われて、今、倉庫、勤務初めてしたそうなんですよね。半年前に。で、今、メンエスを辞めた理由が、コロナで、風俗っぽい店っていうのは客が激減して、辞めざるを得なくなってしまって辞めたそうなんですよね。それで今の、倉庫、勤務をしたってことで初めてなんですよね。で、そういう工場、倉庫の人ではないんですよね、彼は。僕が考えてること、思ってることとかと、彼が考えてること、思ってることは結構似ていて、すごい気が合ったんですよね。こんだけね、派遣の人がたくさんいるんだから、アルバイトの時給を上げて、派遣を必要としないようにすればいいよね、みたいなことを言ったら、いや、自分もそれを思っていて、上の人にそれ訴えたんですよって言ったら、あ、そうなの？って言って、で、じゃ聞いてはくれたけど、何も変わらなかったみたいな感じで、でもすげえなと思ったんだよね。そういうことも思うだけでなかなかね、上の人に言わないじゃないですかって言ったりとかして、行動力もあって、アクティブなんだよね。仕事もバキバキするタイプなんですよね。それで自分が入ってこういう気持ちだったみたいなことも結構話したんですよね。すごい内向的な人ばっかだし、バイトのね、一つ上のくらいの人とかが、若い女の子とかで、コミュニケーションとか取りたがんなくて、すごい困ったとか、すげえイライラしたんだよねとか、あれじゃダメじゃないみたいなことを言ったりとかしたら、結構理解してくれて、で、僕も半年いて、ちょっと明るい感じの男の子が入ってきて、その子も、この職場、協調性がないからっつって辞めちゃった男の子もいたんですよとか言って、普通そう思うよねって感じなんだよね。でもそれっていうのは多分、倉庫工場あるあるだと思うんだよね。アマゾンとかも。もっとひどいと思うの。なんでかっていうと、派遣の人とちょっと会話するんですよね。フランクな人とはね。そうすると、やっぱここが結構いいよって言うんだよね。で、もっと他のところはひどいっていうのを。だからまだ倉庫勤務ではマシな方だなっていうのは実感してるんですよね。確かにね、ホワイト企業なんですよね。ちゃんとコンプライアンスとかちゃんとしてるし。それで彼とは結構気が合って、女の子の話とか彼女がどうこうとかいろんな話してて、で、やっぱ仕事の真面目な話もして、彼は結構ね、思ってることとかを、ぐちぐちバイト同士で言っててもしゃあねえじゃん。だから直接訴える主義なんでね、さっきの話じゃないけど。で、男でもう彼が辞めてしまったらね、もう派遣もね、直属のスタッフも含めて、社員の人はね、ちゃんとした健全な健康的な男がいるんだけど、バイトと派遣の男はもうね、陰キャしかいないんだよね。陰キャとかちょっと変なやつしかいないんだよね。で、彼だけなんだよね。いい意味で、男の子って パリッとした感じの子がね。で、社員の人はちゃんとパリッとした感じなの。でも、バイト派遣の男がもう、本当に内気で、要は休み時間とかにさ、教室の隅っこでもごもごしてるような感じの男の子しかいないんだよね。とか、あとおっさんとかしなくて、とかしかいなくて。で、彼なんかは、自分ともっとは早く会って、働きたかったなって言っていたんですよね。確かに張り合いのある相手っていないんだよね。
で、まあ、そもそも彼が辞めるんですよって言った時に、なんで辞めんのって聞いたら、いや、つまんないから、これ刑務所みたいな仕事じゃないですかって言って、まあ、時給もね、その高くないですし、とか言って、まあ、その時はそれしか聞かなかったんだけど、で、あとあといろいろ話すと、そうやってなんか自分が思っていた、うん、僕も入りたての時にすぐ思ったんだよね。こんだけ派遣の人がいっぱいいて、うわ、お金もったいねえなーってね。で、バイトのね、時給をね、100円、200円アップすれば、一気にね、バイト集まってきてさ、それでも派遣を使うよりかは安く済むし、ね、何にせよ、その、自分ところのスタッフで、そのね、ちゃんと定着させるってことが大事だし、ね、パフォーマンスとかも上がるじゃん、全体の。で、誰でも思うんだよね。ちょっと考える力がある人なら。で、彼なんかそれをね、直接責任者に訴えたりとかしたらしいの。それで、まあ、いろいろ話していくと、男で、まあ、俺は絡んだことないんだけど、まあ、なんとかくんって言って、すごいなんかね、まあ、そいつも陰キャなんだけど、生意気で、なんか、機関棒のやつがいるらしいの。で、その彼は、今言ったその、いい方のね、男の子の方は、すごい寛容するタイプなんだよね。うん、人をね、ギバーだしね、優しくて、なんか、受け入れるタイプなの。でも、その彼が、この誰々くんとはもう、働くのがもう無理だからっつって、なんか上の人に言ったんだって。そしたら、あ、わかったっつって、なんか近くで仕事させないようにしてもらったとか、まあそういう話も聞いて、でなんか彼と話すと、そのね、上の人にね、なんかこういうことを訴えたんですよっていうことがすごいよく聞くのね。で、じゃあ何、上の人にその訴えるっていう時は、なんか直接その事務所かなんかに行って、そうやって直談判しに行くのって言ったら、あ、そうですって言って、え、マジでどんなタイミングでって言って、いや、仕事が終わった後とか仕事が始まる前とかに時間作って直接その責任者のところに行って、でその責任者っていう人が、まあ、いるんだけど、その人は面接してくれたのね。 俺に対しても彼に対しても。でも意外に現場にあんまりいないんだよね。どっちかというとホワイトカラー寄りな人なんだよね。で、やっぱ直接行って、まあ自分の考えとか思ってることとかをぶつけてきたんだって。それで、まあどうしたいんですかとか、はっきりなんか、うん、不満とかを直接言って、でも結局はじゃあどうなったのって聞いたら、いや、もちろんその上の人もまあ誠実な感じの人なんだよね、どちらかというと。でも、まあ言っちゃあれだけど、所詮雇われてる立場だから、そこまで大きく変えることはできないんだよね。うん、確かにそうなんだけどなって聞いてはくれるんだけど、改善はできなくて、結局彼は、うん、辞めるっていう選択を取ったらしいの。で、やっぱその、うん、職場の雰囲気とかもやっぱ、まあ俺とか彼の価値観からすると、みんな内向的すぎるしね。その新しく入ってきた人をなんかしっかり教えてあげようとか、なんか、うん、気を使ってどうこうとかしないんだよね。みんな私は私みたいな感じなんだよね。で、なんかサバサバしてドライなんだよね。でもその中で仲のいい人同士でこうやってくっついてる感じだから、二人一組みたいな感じのペアがある感じなんだよね。 それがなんか仲いい、気の合う人だけと仲良くしてるみたいな感じだ。女の子が多いからね。で、やっぱそういうのも良くないよねって、まあ彼とは話していて、まあそういうところとか小さなことから大きなことまでいろいろ訴えて、で、さっきも話したっけ、で、そういうのでさ、まあ誰々さんにね、その責任者の人に、まあ言ったらこうだったんですよとか、こういうことを実は僕は責任者に言ったらこうだったんですよって話聞くから、いや、どんなタイミングで言うのって言ったら、まあ繰り返しないけど、直接事務所に行って自我談判してるんですよって。やっぱ自分はそういうのに我慢できなくて言わなきゃっていうタイプなんですよっていうの、あ、俺と似てんねって言って、それで、まあ俺はまあ入って一月だから、まあ自分がこういうやつだってことをね、なかなか言動で示してないけど、俺もそういうタイプなんだよね。バイト同士でぐちぐち言ってても何も変わんねえじゃんって思うタイプで、でもやっぱそういうことを思ってさ、言いに行くのって結構勇気いるでしょ、覚悟とかいるでしょって言ったら、あ、確かにそうですよっていうわけなんだよね。でさ、でもやっぱその彼が辞めるって言ったら、もうなんか俺がまあ同性だからっていうのもあって言いやすかったんだよね。で、俺がまあその職場のバイトの人とかに彼が辞めるっていう話をすると、え、みたいな感じで、意外とね、なんかその彼は人に言ってなかったんだよね。で、俺は結構言ってるもんだと思っていたし、みんな知ってるもんだと思ったの、俺に言うぐらいだったから。そしたら結構ね、みんな驚くんだよね。え、本当にみたいな。だって彼だけ浮いてるからね。だから分かりやすく言うと、
彼だけサッカーバスケタイプで、あとはみんな卓球とか文化部っぽい男しかいないから、うん、それで、うん、人望があったんだよね。でやっぱね、彼のね、あの仕事ぶりを見てると、本人がねプレイヤーとして、まあ、バキバキ働くのはもう一目瞭然なわけ。暇な時とかになんか、なんつうの、受け身じゃなくて自分から仕事探してなんかやったりとか、常にバキバキ動いてる感じのプレイヤーとしてのそのスキルとかモチベーションも高いので、新人とか派遣の人とかがね、その来て分かんない人、右も左も分かんない人に彼の方からなんか言うんだよね、あのこれはこうですよ、あれですよとか俺も言われたのを導いてくれるんだよね。で本来はそれをあの俺の一つ上のくらいのあのバイトのリーダー的な女の子がやんなきゃいけないんだけど、その女の子たちがコミュニケーションとか死んでるんだよね、もうドライなんだよね、うん、聞かれてもちょっとうざがるみたいなね。まあそれうざから言い過ぎだけどね、うん、向こうからこうですよあれですよとか言うタイプじゃないの。だから彼がそのリーダーとかになってればいいんだけど、で彼もそのそれでリーダーになんないかって言われたんだって、さっき言ったその責任者の人から。そしたらなんかあの時給がね、リーダーになってもね30円とかしか変わんないんだって。でそれ聞いてね、なんか全然リーダーになる気にならなくて、あの断ったっていうのを。である意味強い立場だよね、自分がねそっちあの選択できるわけだし、まあ、それでなんか話聞けば聞くほど、なんか、うん、自分がその直雇用のアルバイトなんだけど全くメリットがないんですよって言っていて、まあ、俺もそれは薄々とは分かっていたので、要は、ね、直雇用の、 あのバイトの時給が、ね、まあ、1000円だとしたら、あの右も左も分かんないような派遣の人が1100円とかもらっていて、なんかレギュラーなんか参加派遣みたいな人がいるわけ。あの俺らみたいに、ね、毎日のように来てる派遣、その人たちは1200円とかもらってるんだよね。おかしいよね、どう考えてもね。だからで要はさ、いつまで経ってもバイトで埋まんないから、ずっと派遣がさ半分ぐらい必要なわけよ、その多い人数の必要とする職場だから。だから、うん、そういうのもあって、まあ、うんざりして辞めたんでね。まあこれは言ってもしょうがないんだけど、あのまあ確かにさ、自分で弁当とか持ってきてさとか、まあ休憩室に弁当売ってるんだけど、まあ、500円するわけよ、まあ、食堂とかもないし、で結構ね時給も高くないし、まあ、時間持ってかれるし、飯も自分で用意するし、なんかお金の面は良くないよねとか話して、本当そうなんですよって。で要はあの自分がその仕事できるようになって認められても、そのリーダー的なね風になっても時給が上がりがすごい少ないわけよなんか30年とか言ってたかな。だし、まあ、それによってなんかさらにさ、あのやらされることが増えて、うん、何のメリットもないから、あのもう辞めるってことを決めたらしくて、あとまあその彼が4回ぐらいその直談判いろいろしたんですって、まあ、仕事のことに対してね。でやっぱそんだけ彼はまあ、 あのプレイヤーとしてのね、あのスキルが高く人望も高かったんだけど、彼の中でものすごいなんか不満があったらしくて、そういうことをしていて、で辞めるって決めたらしいので、辞めるって決めて、辞めるって言った後はすっきりして、あの、まあ、楽になったけど、それまでのその、うん、もやもやしてた時は本当に辛かったって言っていたんだよね。それでまあ今日が最後で、あのでそのまあ職場的にね、その誰々君が今日最後ですとか、そういう雰囲気じゃないのでさ、あの最後仕事が終わるのがみんな一緒に終わるわけですよ。で仕事がある15分ぐらい前になったら、彼がいきなりね、このすごい、まあ、広いわけよ現場がね。でちょっとなんか時間いいですかみたいなことをなんか社員の人に許可取って、みんなに挨拶したいんでつって、もう大きなその広いところでもう一人一人にあの挨拶してたんだよねしに行ったんだよね。でわすげえこいつと思った、うん、なかなかできないよね、うん、最後の日にさ一人一人に挨拶するってね。あちょっと今日であの退職させていただきます、なんとかでありがとうございましたとか言って一人一人に言うんだよ、すげえ人数いるのにね。で終わった後もその事務所に行って、その何回もさあの直談判した責任者に挨拶しに行ったわけよ。で俺はその彼を待ってたんだよね、あの更衣室でね、まあ最後ちょっと話して帰ろうと思って。でいつまで経っても来ないわけよ。だから丁寧にめっちゃ挨拶して、その事務所にも行って、その責任者にも挨拶して、いろいろなんか話してたらしいの。そしたらなんか名刺を
渡されて、またいつでも働きに来てくれよって言われたらしいの、待ってるぞって言われて、で、それを終えた後に、更衣室に来たので、俺更衣室にいたのね、まあ、もう一人なんか、まあそこそこ仲いい男と一緒にね。で、そしたら、すごい涙目で入ってきたんだよね。まあ、それはまあ想像つく気がするね。ああ、一応なんか、ちょっと待ってたわ、最後だから、なんか本当お疲れ様とか言って、で、向こうもなんか、感極まってる感じだったんだよね。それでさ、本当にこちらこそどうもどうもって、で、実は誰々さんっていうその責任者にね、その挨拶に行ったら、まあ、俺を面接してくれた人なんだけど、まあ、一番偉い人に行ったら、その名刺もらって、なんかまだ来てくれよとか言われたらしくて、って、で、まあそういうことがあったって話なんだけど、やっぱね、その、与えたもんっていうのは帰ってくるよねって思うんだよね。その職場っていうのはね、来てすぐもう辞めちゃう人もいれば、まあ、長く働いてでもさーって辞めちゃう人もいるわけよ。あ、ちなみになんだけど、俺が人間関係でトラブった人はなんかさーって辞めてった。そう、リーダー的な人ね。女の生意気なやつ。でさ、来てもすぐ辞めちゃう。来ては辞め、来ては辞め、みたいな感じで、まあ残ってる人は残ってるで、要はたくさん雇えばさ、確率の問題に何人か残るじゃんって感じなわけ。でもまともな男のバイトが彼しかいないわけなんですよね、現状は。職場なのに、なんか彼は、ちゃんと律儀に挨拶して、だから要は、まあ何言いたいかっていうと、彼はプレイヤーとしてのスキルも高く、まあギバーでね、新人とかね、めっちゃ親切だし、まあ、社交的で明るかったんだよね。だからこんなドライな、冷たいね、来てやめ、来てやめの職場、で、彼もね、その自我談判してもなかなか自分のね、考えとか思ってることが通んなかったから、ムカついてやめたんだろうけど、まあ彼は彼で仕事のスキル高いわけで、最後までけじめをつけたわけなんですよね。で、ちゃんとやることやってれば、こうやってさ、いい終わりを迎えることができるんだなって思ったんですよね。だってさ、その職場にさ、関わった人でさ、ほとんどの人がさ、辞めた人でさ、ドライだと人もたくさんいるしさ、まあ、つまんねえなとかさ、けって感じで辞める人が圧倒的に多いんだけど、彼みたいにね、その、ちゃんと、なんか気持ちよくさ、ちゃんとしっかり挨拶して、自分が感極まって泣く一歩手前みたいになるような感じ、感動も味わえたっていうのは、やっぱり自分が今までいい種をまいてきたからそうなったわけだし、あとまあ雇う側からしてみてもさ、まあその人は別に雇う側って言っても、今言った人はさ、オーナーじゃないんだけどさ、そういう張り合いのある相手っていうのはさ、あれだよね、大切だよね。みんな言わないじゃん、そんなことを。で、俺がそのさ、社長とかさ、偉い側だったらさ、そういう彼みたいな やつはさ、すごいね、貴重だしさ、嬉しいよね。ね、ちゃんと言ってくるわけよ。その、これがおかしいんじゃないですか、あれがおかしいんじゃないですかっていうのは。だから俺もそういうのを言うようにしてるんだよね。ただね、彼はパフォーマンスがすごい高いんだよね。俺まだ低いからそんなに言えないんだけど。で、彼も言っていたんだよね。やっぱ俺らはさ、なんか、いくら頑張っても頑張んなくても、一くくりの時給でさ、別にいいこととかぶっちゃけないよねって、まあね、頑張ってもね、見返りがないよねって言ったんだけど、でも結局、だからといって、でも頑張んないわけにいかないから、まあ、ベストを尽くすしかないよね。で、まあ、俺が言ったら、いや、彼も、確かに、まあ、きちんとやることやってないと、こっちがなんか言いたいことも言えないじゃないですか、って言って。ほんとそうだよね。ちゃんとしっかりやることやってればさ、なんかあった時にさ、通るじゃん。通るっていうか、聞いてはもらえるじゃん。でもね、自分がダメキャラとかさ、波キャラだ、ね、波のキャラだとさ、なかなかそう出ようとも思わないさ、言ったところでね、あんまね、相手にしてくれないかったりするじゃないですか。ってことがありました。ではどうもありがとうございました。